レネ・ボルフは、ドイツエアフルト出身の元自転車競技選手。ドイツ語に即せば、レネ・ボルフとなる。イエンス・フィードラーの後継短距離選手として、国際大会で大活躍。2004年アテネオリンピックではこの大会を最後に、事実上引退することが決まっていたフィードラー、ステファンに向けと共にチームスプリントの第2層として、決勝で日本と接戦を演じながらも勝ち、優勝に貢献。 このほか、世界自転車選手権のスプリントでも2005年に優勝を果たしているほか、ウッキに示す通り、ジュニア時代から国際大会の舞台において華々しい活躍を続けてきた。しかし2006年の世界選手権、スプリント200メートルフライングタイムトライアル予選において参加選手中再開という信じられない成績に終わり、 その後国際大会の舞台から姿を消すことになった。2007年5月、ウォルフは現役引退を表明。指導法等をめぐって、コーチと対立し、将来の展望が見えなくなったからだという。国際競輪にも参加実績があり、通算で30戦7勝という成績を収めている。ありがとうございます。